異例の短期決戦となる今回の衆議院選挙、こちらの会議室では各立候補予定者に向けた説明会が行われています。今回は13の陣営が参加しています。県議会庁舎で行われた立候補予定者説明会、はじめに県選挙管理委員会の中川直子書記次長が公平できれいな選挙を行うようお願いしたいと挨拶しました。説明会には県内3つの選挙区から合わせて13の陣営が出席し、選管や警察の担当者が立候補の手続きや選挙運動の注意点などを説明していました。衆議院選挙は今月15日に公示、27日が投票日となる見込みです。